今回は9頭中6頭が初参戦。1番人気3番直線番長、2番人気は1番王者銀シャリボーン、そして世界が注目しているのは2番スーパーフェロモンです。電波ゲートイン体制完了。スタートしました。世界最強決戦です。まず勢いよく飛び出したのは3番直線番長、固く練り上げた真っ赤なリーゼント、騎手は反川姫路、続いて1番銀シャリボーイ、2本の足でスタートを切りました。ジョッキーは日本のエース松岡正美、そしてフランスから2番スーパーフェロモン、世にも珍しいホワイトリムジン州ダブルジョッキーゾラ姉妹、やや離れて4番手ロシアンシークレット、4番忍者スナイパー、騎手はセルゲイプーチンです。その後ろ5番シーワールドカルキンジュニアが毎日ソーセージを食わせていますと、これは大きい。6番トレアンホース、ヨーロッパを制した沈黙の巨大馬、そして今世紀最大の発見7番ウーマは意外と小煩悩、騎手のドルジはウーマに育てられました。大きく遅れて8番我らがハリボテーレジーはバージョン 3.0、 ジョッキーはクラフト界の貴公子手作りスキタロー、そしてそのライバルが登場。アメリカが送り込んできたのは9番メカハリボテ、騎手はあのタイラーアーサーズ。さあどうなる、全く先行きの見えない第3回ジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーをハリボテ転倒、メカハリボテも転倒、日米ハリボテ条約締結、大けやきを抜けて最終コーナーへと向かいます。先頭直線番長、その後ろ銀シャリ、スーパーフェロモンと続いている。後方からは謎のウーマン、コーナー先頭は依然直線番長、内側立ちっぱなしの銀シャリボーイ、そしてスーパーフェロモンゾラ姉妹のムチとムチ、我慢の忍者大外からウーマ、トロヤンホースの上三コンがいただき物をお裾分け。さあ残り 400m、 先頭を走るのは変わらず直線番長とロケットカウルでローリング、内側銀シャリボーイキーポンツーシュワーク、3番手スーパーフェロモンゾラ姉妹がムチ喧嘩、外からウーマ忍者食らいついていくと白い煙、銀シャリボーイ登場、銀シャリが2頭います。これは悪質、ロシア忍法なりすまし、騙されるなと、忍者はどっちだ、また白い煙、今度はハリウッドリムジン、元祖ロングボディ2人乗りでござると、違う、今度はハイネックのジラフ、気をつけろそいつは忍者スナイパーと、これはジャンボランプラーに化けている、めくるめく変わり身のショーケース、メリメリきた、一気に先頭に立ちましたと、ここでハリボテレジー 3.0、 来るか届くか伸びていると、転倒、やっぱり転倒、自業自得。煙玉は1日3個まで、吸い込みすぎると眠くなる恐れがあります。確定しました。1着3番直線番長、2着にはウーマが入りました。ジャパンワールド